はい、どうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、ストレスケアとしての睡眠と生活環境というところについて、リハビリとケアマネの視点から解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。まずは、睡眠ですが、主に2つポイントがあります。1つは、睡眠不足を避けて、6から8時間の睡眠時間を確保しましょうというところがあります。睡眠不足、今日本の働き盛り世代、具体的には15歳から64歳の2人から3人に1人が実はこれ抱えているというふうに言われています。睡眠負債なんていう言い方も最近はされます。で、これ睡眠不足、睡眠負債は後の障害につながる大きなデメリットになります。例えば3つ例がありまして、1つ目は病気になりやすくなって寿命が縮みます。で、睡眠不足は特にがんですとか脳卒中、心筋梗塞、糖尿病、こういうのにのデメリットにつながるというふうに知られています。2つ目のポイントは、睡眠不足は仕事、生活のパフォーマンスが下がります。脳の前頭前野というおでこの部分の働きが弱くなってしまうということで、最大で 50%、 つまりその方が持っている能力が半減してしまうということが知られています。3つ目のポイント、実は太りやすくなります。食欲が睡眠不足異常にこう高まってしまって、特に甘いものですとか脂っこいものを欲しがるようになってしまいますので、1日あたりです、だいたい375キロカロリー余計に摂取してしまうということが知られています。あと、睡眠前に過剰に水分、特にカフェインを摂取してしまうと利尿作用が出て、これが不眠にもつながりますし、あとアルコールの摂取って一見すると良さそうに見えるんですが、入眠はいいんですが睡眠の質は悪くなる傾向にありますので注意してください。で、その一方でなんですが、良質な睡眠はうつ病発症率が実は40分の1になるというのも知られています。これ認知症対策にもなるというふうにも知られてますし、さらにこれに関連が深いのが入浴です。入浴はシャワーで済ませるのではなく、ちゃんと湯船に入って就寝の1時間半から2時間前にを目安に、それから40度のお湯に15分程度浸かるということが効果的になりますので、ぜひ一度見直してみてください。2つ目のポイントは、可能であれば15分から30分程度昼寝をしましょうというところがあります。実は昼寝は脳と筋の過剰な緊張を減らしてリラックスにもつながるために大変おすすめです。ただ寝すぎになってしまうとかえって生活リズムを崩してしまいますので、この時間内に収めるようにしてください。で、このストレスケアにおいては、新しいことに挑戦する、行動するって実はすごく大事なことなんですが、それと同等に大事なのが良質な休憩と睡眠の確保ですので、ぜひこの点もですね、参考にしていただけると幸いです。で、次にストレスケアとしての生活環境というところなんですが、実は環境が与える影響は私たちが想像している以上に大きいです。なのでその調整ってとても大事なので、これを2つの視点からお話しさせていただきます。1つはリラックスできるように明るさですとか香りとか音、いわゆる BGM をぜひ調整してみてください。目に入るものとか聞こえる音とか何気ない香りまで含めて、一度まず住環境を見直してみるということが効果的です。例えば花を生けたり観葉植物を部屋の中に置いてみるなんていう、こう自然と触れ合うということは大きなリラックス効果をもたらします。ただ難しいという方もいらっしゃると思います。こういう場合は自然とか風景など絵ですとか写真でも、あるいは動画でもいいというふうに知られています。あとペットがいる方はペットと触れ合うことも実は効果的だというふうに知られています。あとその他に好きな音楽ですとかラジオを聞く、あるいは自然音の BGM を聞く、それから心地よいとか落ち着くと感じるアロマオイルを使ってみるとか、あるいは緑茶ですとかハーブティーを飲むなんていうこともいいというふうにされています。さらに可能であれば家の住環境に加えて職場環境まで見直すと実はより効果的です。で、これ実は厚生労働省の方からも職場環境改善のためのヒント集というものが出ておりますので、もし興味のある方はぜひ参照していただけると幸いです。2つ目のポイントは、寝室ですとか寝具をですね、ぜひ自分に合ったものに見直してください。睡眠ってストレスケアに大変重要です。
で快適に過ごせるようにこの寝具寝室を見直すということは自分に合ったもの自分好みにするっていうのが大変です。まあ例えばその一例として、まあ、照明ですね、あの寝るときできるだけ暗い方がいいっていうのが実は知る。それからアロマの活用であったり室温の調整、これ大体25度前後がいいというふうに言われてますね。こういうのを調整してみてください。でこういうふうにして人はですね無意識のうちに環境からこう様々な情報を受け取ってそので影響を受けて活動を決めているという実は側面がありますので、落ち着くですとか集中できるとかあるいは安心できる自然な行動を引き出すための環境調整はそれだけで十分ストレスケアというふうになりますので、ぜひこの点をですね参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。